はい、どうも皆さん、こんにちは。トリマンジョーです。今回もプレゼンの方をやっていきたいと思います。黒なのでね、ちょっと見にくいかと思いますけれども、黒の子ってね、ちょっと動画とか写真とか見にくい感じですけれども、すごくこの子は、整った顔をしてるんですが、いい歯してますね。ちょっとやや上が長いかなって感じ。ちょっと顎ちっちゃめな感じですね。まず目頭とね、目のこうかかるところ、割と僕は結構すっきりとしてしまうことが多いので、サクッとね、目頭を切って、鼻にかかるところ、これね、その子によるんですけど、上にこう巻き返してる子だったらあまり気にならなかったりするんですけど、こうやって前に来る子はね、鼻にかかるところを落としておくと、だいぶスッキリと見えると思います。浮いて、あんまりこう力を入れてね、こうガシガシ切るようなのを避けると、何かがあった時にね、動いちゃってこう肉をこうバジって挟んじゃった時も、力が入ってなければね、がっつり切れることってほぼほぼないので、で、あとはハサミの研ぎ方によってね、触れたら切れるぐらいめちゃくちゃ研いであるハサミとかもあるんですけど、そういうハサミじゃなければ、怪我をね、最小限に防ぐことができるので、あんまりね、僕は力を入れて、こう、閉じるっていうのは、避けた方がいいなと思ってます。これももしかしたら人それぞれで、私はこっちの方がとか、僕はこっちがいいですね、みたいな人もいると思うんですけど、なんかこう、絶対にここにお肉はないですよ、みたいな。確認できてるところだったらね、ある程度こう、力いっぱいバシーンって切っても、ハサミには良くないけどね、いいかもしれないですが、危ないのでね、なるべく、力を入れずに、ハサミの重さで、この重さで切るぐらいのね、感じが、理想なんじゃないかなと思ってます。この子の、体のカットはね、取れたらいいなと思ってたんですけど、ちょっと時間的に難しそうなので、撮影は顔だけかなというところで、よかったらというか、撮れる時間があったらね、撮ってメンバー限定にあげたいなと思いますよ。なるべくね、月に1回以上はアップしたいなと思いますので、限定動画ね、で撮るときにこうね、合わせて撮っていきたいとか、あと顔のカットのね、なんかここはとかさ、なんかここはこうっていう細かいところじゃないけどね、撮ってもいいかななんて撮ってますけど、そういった情報もね、メンバー限定の方から、発信をしていきますので、よかったらお願いしますと。
これ今、開始してるかどうかわかんないけどね。まだ今。どういうの機能があったらいいかなとか、ちょっと考えながら、やってる段階なので、まだいつから始めてますみたいなのないんですけど。結構事前に動画は撮ってることが多いので、撮りだめというかね。撮りだめして、編集が遅れて、配信が遅れるみたいな。結構あります。はい。まあ、そんなこんなで、形が出来上がりましたが、いかがでしょうか。基本的にはね、ハサミのこう、動かし方とかっていうのが似ているような、形が多いのかなと思うんですけど、やっぱりその子の、その輪郭とか、顔の作りとかね、あとは顔の形どう仕上げるのかによって、切り方、ハサミの当て方がね、変わってくるので、なんか参考になるものがあれば嬉しいなと。ではでは。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方、高評価の方、お願いします。ではまたお会いしましょう。はい、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。